CF スポルティング・マオネスは、スペイン・バレアレス諸島のメノルカ島に、本拠地を置いていた、サッカークラブ。1974年に設立され、メノルカ島の首都マオー・マオンを拠点としていたが、2012年に、解散した。ホームスタジアムのカンプ・ビンタウファ1974年7月、CD メノルカと UD マオーが合併して、CF スポルティング・マオネスが設立された。 当初は、バレアレス初島州リーグに所属していたが、1977年には、リーガエスパニョーラのテルセーラディビシオンに昇格した。1986から87シーズンには、テルセーラディビシオンで1位となって、セグンダディビシオン B に初昇格し、6シーズンの間セグンダ B に在籍した。後に、スペイン代表となるビセンテエンゴンガは、 若手時代の1986年から1991年まで CF スポルティングマオネスでプレーした。1993から94シーズンから長らくテルセーラに在籍したが2008から09シーズンは2位となってセグンダ B に最初を浮した。2011から12シーズン途中の2012年1月24日、事実上すべてのプロ契約選手が チームから離脱したとして、リーグからの撤退を発表した。負債額は23万ユーロ以上に上り、残りのシーズンを消化できなかったのである。最終戦となったサン・アンドレウ戦には0から6で、敗れた。合併直後は、CD 目のルカのホームスタジアムであった、サンカルロス市立競技場をホームスタジアムとしたが、1978年には UD 魔王のホームスタジアムであった。 エスタディオ・マオネスにホームスタジアムを移した。やがて、マオ・マオンの南港にある3000人収容のカンプ・ビンタウファーに移った。ありがとうございます。